つだ。平地の恥は神の恥、神の恥は帝国の恥だぞ。と言葉を鋭く叱った。水平は驚いて立ち上がって、しばらく隊員の顔を見つめていたが、やがて頭を下げて、それはあまりなお言葉です。私には妻も子もありません。私も日本男子です。なんで命を惜しみましょう。どうぞこれをご覧ください。と言って、その手紙を差し出した。隊員はそれを取ってみると、次のようなことが書いてあった。聞けば、そなたは、砲塔沖の海戦にも出ず、また。あ、もしもし？はい、はい。そうです。あ、別荘ですか。毎度ありがとう。は？は？なんだかよくわかんねえな。え？ああ、パイナップルか。ちょっと待ってください。あ、もしもし？あります。はい、二つだね。承知しました。それから味噌だね。ちょっと待ってください。あ、もしもし？それからなんだね。パイナップルに、シトロンに、お酢に、これが味噌に、これがお砂糖。これだけだね。はい、確かに。ご苦労さん。じゃあ、さよなら。前でありがとう。あ、ちょっと、マスやな。あ？姉さんから何か言ってこなかった？おらとくのかい？いや。そうかね。うちのお嬢様は、明日いらっしゃるんだよ。うん。あんたとこの姉さんと、連れ立って帰るように書いてあったそうだよ。あれ？俺はちっとも知らなかった。そんじゃ俺はおっかいにそう言ってやるべ。まだありがとう。あ、今度は犬、噛みつかないかね。あんまりでっけえで俺はおっかなくて。本当だ。何時の汽車だ。まだわかんねえ。オラは先行けってやな。あんまり突っ走ってぶっ転ぶでねえだぞ。
どうもお疲れ様でした。ごめんなさい。じゃあいずれまたね。毎日来てくださらないと私怒るわよ。寂しいから。だって。ぜひどうぞ。お待ちしてます。偽物でねえだ。あっち行って、あっち行って。私ずいぶん迷ったんだけど、結局ショールにしたのよ。だってよらにゃ、ショールなんちゅうもない、いらねえだに。持ってねえだ。でもいるわよ、一つは。よし。すいません。あんまい。あらいいわ。とってもノーブルに見えてよ。何がノーブルだろう。上品ってこと。なんだか照れくせ。あ、それからね、強しにはね。永田君、よし、他に誰か。和田君。はい。471cmを 3.14 で割ります。そうだ、その通り。みんな問題の3番を見てごらん。いいかね。どの円でもその周の長さは直径の3小数点1し倍であると書いてあるだろう。だから6番はその反対に471cmを3小数点1しで割ればその答えが出るだな。今先生がやってみせるだ。あがた君がもっとよく勉強して覚えていかなくちゃいけねえだな。嘘でねえちゃう。その図はオラによくで。こら、よく
そう。剛志、どうしただ。起きるな。どうしただの。よ。のねえことだ。今に見たら剛が一番ビリッカスになるだから。じゃじゃん、みんな大人だからほらかなわねえよ。だって剛は一番早くから食べてるんだよ。あ、しけ。いや、これを要するに、金権力行、観難を恐れず、己の分を知って他を羨まず、しかも常に最善の努力を惜しまない心がけこそ、非常時の損を背負って立つ青年の覚悟でなければならぬと考える次第であります。以上をもって私の講演を終わります。能楽博士、米田豊作先生の非常時における農村青年の覚悟と対するご講演は終わりました。次は5分の後。ごちそうさま。あれ、みんな早いな。お前が遅いだよ。あれ、まだ今だか。もう、こんだけ。鼻くそほど。また汚いこと言うか、この子。ピカちゃんは、あれかね、これからずっとこっちにいることになるだかね。私？そうね、あがたさんに頼んでもらってるから、多分こっちの学校に勤めることになると思うわ。来た子、彦さんに写真でも見せねえか。あら、だってあんなものつまんないわ。ご覧になる？見てえな。ここにあるだ。
兵さんかね。沖田坊帰ってきたと言うでねえけ。はい、今朝ね帰ってきましただよ。どれどうぞ顔を見る。よう、彦さんも来てるだろ。さあどうぞ上がんなさい。あれこれが起きたわけ。なんともえらく変わるもんだな。このハイカラさんは俺が背中におぶって歩いてたかと思えば、だって八兵衛さんだってずいぶんあるよ。頭だって白くなったし。もう言うな、あとは言うな。いや、まったくだ。人の年を取るのはわかるが、てめえの年を取るのはわかんねえもんだ。そりゃそうと、おめえもなんだな。霊が超えたそうで、まずへ、めでてえこんだ。おかげさまでな、これが卒業証書だとよ。なるほど。こちらには何のことだか分かんねえだが、こんな髪切る一名が恐ろしく高くついたもんでねえか。剣棒も長い間よくやったもんだ。まあ、何してもめでてめでて。ほらな、ちょっとそこへ用があってな。また。ああ、いいでねえか。今、お茶でも。いや、今夜ちょっとセーフでな。起きた分は帰ったちゅうから、顔見に寄っただが、また今度はゆっくり。あ、そうかね。どなたも、ごめんなして。あんたは邪魔しないかんね。あ？小さい時のがあるな。この時分はとっさんまだ生きていただな。うん。ここの裏に大きな夏柳があったっけな。うん、あったあった。おいしかった。私一度彦さんに歌ったことあったわ。裏にそんなことねえだよ。いや、あんの、これは確かよ。そうかな、覚えてねえな。ほら、あの頃こんちの標本作ってたでしょ。うん、そうか。うん、思い出した思い出した。オラが石垣町を捕まえたとか。え、そう、私はそれを見たなって、ちょっとしたはずみに逃がしちゃったのよ。ああ、その事件ならオラも知ってるだ。兄さんも一緒にいたわよ。そうだそうだ。いや、これはすまなかったな。あら、今謝るのは変ね、少し。だってしょうがないわ、私が悪かったんですもん。子供の頃は楽しかったな。よかったな、まったく。大人になんかなるもんでねえだ。まったくだな、子供が一等兵だ。どうだい、見ろ、ツーボーもう寝てやがる。だって彦さんなんぞ一等のんきで幸福そうだわ。そうでねえだ、なかなか。これで俺は教員がつくづく嫌になってるだよ。そりゃ誰だって自分の職業にはそれぞれ不満を持ってるでしょ。うん、他の職業と違って教員なんてものは理想が持てなきゃやっていけねえだよ。だから理想を持てばいいんでしょ。理想は持ってるけど、その万分の一も実現の可能性がねえんだから腐っちまうだよ。そうかしら。おか、彦さんに何か借りても。そうそう、返していた。うん、これはもう蹴ってな。まだ早いだよ。それはそうでしょうが、とにかく私はあがたのせがれにだけ特別な配慮を加えるということはできそうもありませんか。七分七分。し
社会人というものは万事につけてそういう頑蓄のない口の利き方をするものじゃないよ。ねえ、あなたたちから頼まれた僕の立場、学校の利益、その他すべてのことを考慮に入れて返事をしてもらわなきゃ。君の感情だけでものを言われては甚だ迷惑だよ。感情ではありません、私の両親がそう言わせるんです。はあ、君は若い。まあなんだな、そういう生き方で世間が押し通していけるものかどうか今に分かる時があるだろう。今日はこれでよろしい。後でゆっくりよく考えておいてもらうんだな。ダメダメ、スカートの端が見えてるよ。慌てて隠したって遅いよ。バカだな。ああ苦しいわ。おかしかった。お腹痛くなって見えてるぞ。中歩いてるか、私。ここはなぜだかゲーテを思い出しました。ほら、ひどいわ。え、なぜ。だって私の言おうと思うこと先をしちゃうんですもん。そうですか。これはどう。いいえ。ベルテルが毎日寝っ転がってたっていうのは、ちょうどこんなところじゃないでしょうか。ねえ、僕もそんな気がしますね。この点については僕は少々意味があるんですな。まあ、黙ってなさい。はいはい。はい、今頃応募だぞ。何こいつ。
月中だ。うん。面白くねえ。このロボット。教員をしてへ、メロン作れてる。教員をして、メロン、このロボット。音質のでけえの、タムネこしらえる中だ。音質の、でけえのか。どう思うだ。ああ、好きにさせるだな。好きにさせるだか。好きにさせるだ。大臣でも引っ張ってこねえことには気持ちがするめ。知事さんか大臣か。うん。デーブ上の方だな。うん。デーブ上の方だ。なして一人でいるだ。なしてみんなと一緒に遊ばねえだね。よ。わけを言ってみろだ。先生、言わねえけ。うん、言わねえ。誰も言わねえから言ってみろ。いや、言うぜ。あのな、あなたが俺をのけ者にするだ。なんだ、あなたなんか怖くねえだよ。さあ、行って遊べ遊べ。ダメだよ。そんなことしたら余計みなして俺はいじめるだ。みんなあなたの嫌いだもん。じゃあ先生がみんなによく言って聞かせてやる。な、そんならいいだろ。ダメだダメだ、言っちゃダメだ先生。うん、そうか、言っちゃダメか。先生、ほら今あなたと喧嘩できねえだ。うん、まして、ほらの姉ちゃんのことで、ほらのうちからあなたのうちに頼みつけたからな。おお、そうか。おい、つよし、お前は利口なやつだぞ。小坊主のくせに。大したやつだぞ。ひとくはなして飯食わねえだろ。うん、もう来るだよ。さっき呼びに行ったら本を見ていただが、霧のいいところでやめると言ってただ。またろくでもねえ小説読んでるだな。北郷、もう今に来るだよ。北郷。はい。早く飯食わねえとしまちまだぞ。はい、ただいま。俺って呼んでくれ。なあ、おいちゃん本質を中止読めやしな。また白い食べ物の不足言うでねえだ。だって私これどうしても好きになれないんですもの。
なこと言うだが、おかだって毎日のおかずには困るだよ。だけど、ちょっと工夫すれば、もう少しなんとかできると思うわ。うちの食い物に不足のあるやつは食わねえがいいだ。あら、そんな意味で言ったんじゃないわ。そんな意味もこんな意味もねえだ。なして飯時に降りてこねえだ。だって本は逃げるもんでねえだ。散々人に呼ばしたまえく、やっと降りてきたと思えば今度は才能不足だ。少しは物事を考えねえと、本当に罰が当たったぞ。いや、もういいじゃねえか。そうお前のように。はあ、俺はバカ見たな。一番バカ見たのは俺だ。こいつにあの役にも立たねえ卒業証書を取らしてばっかりに、俺はどれだけ苦労したか。3年間毎月毎月50円の金を送るため、どれだけ辛い思いをしたか。あの一名の紙切れが俺らの血の汗をどれだけ吸い取ってるか、誰も知ってくれてるものはねえだ。俺は今になってやっと何かに騙されてたことははっきりと分かってきただ。こちとらのうちに生まれたもな、文相応の家業の手伝いか、お張りでも習わしておくがよかっただ。朝は日が高くなるまで寝て、家業の手助けはしねえ。たまに蝶付けやらせては間違いだらけだ。それで理屈は人一倍並べる。ちょっと見えねえと思ったら、別荘、別荘の金持ちどもと遊び回ってるだし、うちにいれば役にも立たねえ小説ばかり読んでて、飯もしれ人しねえ。たまに手伝えば、夕食の出来そうなひでかして食いもしねえ。それで禅に向かうといきなり才能不足だ。腰取らぬうちに、こんなお嬢さんみたいなものが出来上がってもしようがなかっただ。おっかにしてもおらにしても、おめえのためにどれだけ嫌な奴に頭を下げてきたか知れねえだ。かわいそうに強しでさえも、しょっちゅうあのあなたのガキにいじめられながら辛抱してきただ。俺はそれを目の前に見ながら手を出すこともかなわねえだ。こんなことだっておめえは何も知らねえだろう。はあ、俺はバカだった。俺はバカだった。言葉ですが、私は怠ったんではありません。私は当然しなければならないことを怠るような人間ではありません。時間外の受験準備は児童虐待だと思ったからやらなかったんです。しかし受験準備は児童の父たちが全部を希望しているんだ。現に私はあなた氏からも懇切に頼まれているんだ。本校だけが受験準備を廃止しても、あの子でもしもないないやっているとしたらば、これは一体どういうことになるかね。結局は、成績を上げた方が勝ちさ。私は、教育というものをそんなふうに考えたくはありません。今君の教育論を聞いたところでしようがない。それよりもだ、去年の不成績で君の地位はすでに危うかったのだということを考えたまえ。それは脅迫ですか。何とでも解釈したまえ。いいかね。当校の責任者は僕だ。当校の方針を決める人は責任者である僕の他にはないんだ。よろしいか。明日から受験準備をしたまえ。お断りします。先生、あなたと剛が喧嘩してるだ。どこで。すぐそこだ。
剛。先生。剛、もう怖いものはねえだろ。うん。俺もねえぞ。あのあがたのやつの泣きつらどうだい。さあ行こう。いずれにしてもこのまま売っちゃっておきになるようなことはないでしょうね。あなただって子供が可愛くないことはないでしょ。どうもお前はすぐに興奮するからいかんよ。これが興奮せずにいられますかって。あなたの方が普通より鈍感なんですわ。いいよ、分かったよ。なんとかするよ。きっとですね。ああ、きっとだ。あんな乱暴な教員のいる学校へ大切な子供は出せませんからね。それからあの高慢ちきな女子大での就職の世話ももう一切やめていただきますわ。それとこれとは関係がないじゃないか。いいえ、大いにあります。だって喧嘩の相手はあの娘の弟なんですもの。そりゃお前姉のしたことじゃなかろ。あなたはすぐ何かといえば向こうの地域をなさるのね。いや、ないといけないよ。なんで俺がお前。でなかったら今後あのうちの世話は一切やめていただきますわ。あんな恩知らずの世話をしていると今にひどい目に遭わされますから。いいよ、分かったよ。世話をしなきゃいいんだろ。分かったからお茶でも入れてくれ。誰、八兵衛さん。どうぞ。あれ、今晩おめえが店番か。おっか、どうしただ、ね、ちょっとそこまで用があって。兄さんは散髪に行ったし。俺はもう今まで床場にいただ。そう？まだなかなか？いや、もうすぐだ。しかし、工作と一勝負するかもしんねえから。なあ、何？さっき、ねえだか。何勝負って、うん、これだよ。将棋だよ。あら、将棋ですって。あ、のんきな人。早く帰ってくれなきゃ私困っちまうわ。うん、やだな。お客さんがあったって私値段も知らないし、何やどこにあるか分かんないのよ。全然。まあいいだよ。まあいいだよ。あら、何がいいの？うん？うん。まあいいだよ。たまには店番もいいだよ。ちっとも良くないわ、店番なんて。大地、こんなこと私には向かないんだわ。いや、そうでねえだ。店番することも、やっぱりこれ、一つの学問だでな。学問は学校だけのもんではねえだ。ああ、そうだ。広い世間から見りゃ、学校というところは、狭いとこだ。長い一生から見りゃ、学校にいる間、短いもんだ。それ、八兵衛さんの哲学？さあ、なんだか知んねえ。ではな、おきたぼ。おめえの兄さんは、おめえに学士を送るために、先祖からの伝旗まで人手に渡してるだ。おめえの卒業をただ一つの楽しみに、兄さんが何年間この店で働いてきたか。それを考えたら、ちょっとの間ぐらい店番をさせられたって、不平なんざ出ねえよ。これぐらいの道理があかんねえじゃ、
学校の学問は大したもんでねえだ。年寄りはこれがいけねえだ。もっといつもの癖が出てしまっただ。おきたろ、気悪くするでねえだよ。さあ、蹴って寝るべ。あ、時におきたろ、茶碗で一杯。だって、その勢いで蹴るだから。面倒でもちょっと頼むだ。私、わかりませんわ。ご自分で出して飲んでちょうだいよ。ああ、そうかね。だが、オラがやってもいいだが。商売道具に手をかけるちゅうことはな。だって八兵衛さん、しょっちゅう飲んでんだからよくわかってるでしょ。ああ、こりゃ致し方がねえだ。あ、ちょうど健さん帰ってきただ。どうしただ、ぶっつん。ほら、商売道具に手をかけることは悪いと思ったけど、たかが分かんねえちゅうもんだでな。タコ。おかえりなさい。タコ、八兵衛とっつぁんもこの店にとってはお客様だぞ。ええ、分かってるわ。じゃあどうして世話しねえだ。いや、私には店のこと分かんないんですもの。兄さんだって悪いのよ、いつまでも勝利なんてさしてるんですもの。に酒を積んだ。つかねえか。できません。私には無理です。ケンさん、寺のことをしちゃいけねえだよ。もういいだよ。ほら、もういいだよ。別に飲みたがねえだから。心配いらねえだよ。ほら、うちの商売粗末にするやつは許せねえだろ。ケンさん。棒をマスの中に入れるだ。飲み口の下へ当てがうだ。線をひねるだ。全てに無理解なんですわ。なんて言っていいか、私口ではうまく言えませんけど、朝から晩までただそれが表面に出るか出ないかでことごとにいがみ合ってるような気がして、
とっても耐えきれませんの。しかしそれはしょうがないんじゃないかな。一度インテリゲンチャーとしての洗礼を受けた人とそうでない人は、そのセンスにおいても趣味においても、あるいは物の考え方にしたって根本的に違うんだから、いわばまあ別の人種だし、宿命的なもんだと僕は思うな。確かにそうですわ。だけど実際問題となると、そう達観したポーズばかり取っていられないでしょ。向こうじゃ何とかして私を向こうの道徳に縛りつけようとするし、私の方はまた何とかして自分を分かってもらおうとしてもがくというわけなんですわ。だけどどの道長い期間じゃないんだから、もうしばらくそのまま待機するよりはしょうがないんじゃないかな。でもね、それがいつまで続くか分からないでしょ。今か今かと思いながら、もう一月も経ってしまいましたわ。それともう一つたまらないことは、この村中の人たちが古いイデオロギーの上に立って私を監視していることなんです。朝も晩も私も本当に息が詰まりそうですわ。そうかな。そいつは少し神経質すぎやしませんか。しかしその就職の問題は実際早く何とかしたいですね。親父に頼んでみてもダメかしら。ダメだわきっと。だってお父様変人ですもの。お兄様の世話だってしないじゃないの。うん、いや僕の場合は違うんだ。こっちが贅沢言って怒られしまったんだよ。こんなこと私恥だから誰にも言わないんだけど、この間の晩、兄さん、私に手をかけたのよ。まあ、本当？そんなことすんの？ひどいわね。そりゃいけない。そんなことしちゃいかんよ。暴力はいかんよ。またそんな思い切ったことをなさるんでしょう。何しろ片っぽ全然抵抗力がないんだからね。私本当にあなた方も羨ましいの。私北子さんに同情しちゃうわね。家にいられなくなったらうちいらっしゃいよ。構わしなわねえお兄様。うん、こっちはそれは構わないさ。東京のうちの方へ来ていただいて、文子の勉強を見ていただいてるんでしょ。うん、それはいい手だよ。よし、私お母様に談判してこようっと。そんなに悲観しなくても大丈夫ですよ。いざとなりゃ僕たちだけでもなんとか力になりますよ。それに僕はあなたが好きなんだから。私こんなふうじゃとても長くうちにいられないと思うんだけど。そりゃお前も居づらいだろうが、ケンもかわいそうだよ。もう少しお前が調子合わせてくれるといいんだけどな。こんな風になってはもうダメね。みんな他人同士みたいに別々なんですもの。だけどそりゃあ、オラの見るところではお前の方が先に変わっていっただよ。あら、どういう風に？私自分じゃちっとも変わってないつもりよ。いや、変わってるだ。それも学校へ行って間もなく変わっただ。まあいつかオラが東京の学校へお前を訪ねて行った時のことを覚えているだ。
あの時お前は友達と一緒に遊んでいたが、面会人だってことを事務員から知らされるとお前はひょいとオーラーの方を見たが、あの時のお前の顔は、嬉しそうではなかっただ。遠目にもオラー、あの時のお前の顔が、焼きつくように胸に残っただ。オラーの身なりがみすぼらしいで、若いお前が恥ずかしがるのは無理はねえだが、オラー、あの時本当に、かわいい鳥に逃げられたような心持ちがしただよ。それからオラが帰りかけたとき、門のところでお前の友達が、今の方どなた？ばあやさん？とお前に聞いただ。そのときお前が、ええ。と返事した声は、いまだに耳にこびりついているだ。あん時おら、本当にお前の学校を恨んだもんだ。そしてお前の周りのものを憎らしく思っただ。あ、よして、お母さん、よしてよ。私恥ずかしい、恥ずかしいわ。お前のせいばかりでもねえだ。お前はあんな学校へやったことが間違いだったかもしれねえだ。お、おう、ケンカ。遅かっただな。さ、さあ、早く上がるだ。何か？賭けは集まっただか。腹はすいただろうな。風呂も空いてるだが、どっち先にするだ？飯。おう、飯にするだか。今日は鳥が買ってあるでな。待て待て。今、じきに出してやるから。おめえはおしゃべりだな。私？おめえよ。他に誰も言いやしねえだ。どうして？くだらねえことを、そう言ってベラベラしゃべるもんでねえだ。なんだかわかんない。俺はおめえをぶったことを、村中へ広告して歩いたのは誰だ？八兵衛さんかもわかんないじゃありませんか。とっつぁまは飽きめいた人だ。そんなバカじゃねえ。おめえは別所帯で喋ったに違えねえだ。もしそうだったら？もしそうだったら？もしそうだったら？バカだ。どうせ私はバカよ。もうバカだ。うちの恥を明るみ出せたバカだ。そんなら物体なんかしなきゃいいんだ。何？あれ、またかね。よしてくれねえか、ケイン。誰が言うのか、誰がした？イーさんもずいぶんわからずやね。これ、来た子。わからずやよ。わからずやだ。何がわからずやだ？言ってみろ。言うわ。みんな言うわ、私。はじめに学校へ入るときだって、私な、何も自分の一存で決めたわけじゃないことよ。村長はじめみんなで大騒ぎをして、
やれ神童だの天才だのっておだてられて、何もわからない私を頂点にしてしまったじゃありませんか。その時は兄さんだって決して不賛成は唱えなかったわ。それどころか村の名誉だからって私に勧めたくらいだったじゃありませんか。学校出てから口がないからって、それがどうして私の責任でしょう。私一体どうすればいいんでしょう。どうしたら兄さんの気に入るんでしょう。どうもこうもねえだ、普通の女のようにするだ。もっとはっきり言ってください。よし、言ってやろう。明日から朝5時に起きて、掃除も台所も一人でやるだ。いや、そんなことはオラがするでいいだよ。おっかは、おっかは何十年もそれをやってきただ。もうちっと休みがいいだ。それから、役にも立たねえ小説を読むことは一切ならねえ。それから店出て卵の値を覚えるだ。味噌や砂糖や缶詰の値を覚えるだ。お客の応対をするだ。それから夜はお針の手伝いをしたり、おっ母の肩をさすったりするだ。私の増えてなことばかりね。できそうもないことばかりね。しねえからできねえだ。よその娘がみんなやってることだ。兄さんは私がそういうふうに育てられてないこと知ってて無理を言ってるんだわ。お母さん、兄さんは私が憎くてたまらないのよ。世の中に私ほど惨めなものがいるかしら。私もとてもこの上の辛抱はできない。辛抱できなければどうするだ。出て行きます。出て行く？もう出て行け。出て行きます。どんな苦労してもここにいるよりはきっといいと思う。バカバカ、二人とも何言うだ。出ていくなら出ていくがいいだ。その代わり出て行ったな最後。二度と再びこのうちの敷居はまたがせねえから、そのつもりで出ていくがいいだ。出ていくわ。えらいねえ。ああ、今日はねえかね。うん、今日はねえだよ。あんちゃん、何か持ってるでか。何を？郵便さ。いや、
姉ちゃんどうしてっかな。もう学校行けよ。うん。あんちゃん、東京も雪降ってるか。さあ、わかんねえ。うん、おはよう。おはよう。おはよう。買ってこいよ。大丈夫だ。買ってこいよ。うん。おはよう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 。よし、買ってこいよ。おはよう。しっかりやれ。おはよう。おはよう。うん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 。選手の監督頼まれたんだな。そうか。勝ってこいよ。うん、大丈夫だ。スラロームだけよそに取られるかもしれないが、あとは全部こっちのもんだ。え、おつぼ、今日は機嫌せたの。彦さん、一服してきなせい。うん、ありがとう。もう汽車が出てな。沖田ちゃん、頼りあったかね。まだねえだよ。そうけ。じゃあまた。さよなら。行ってくら。ご苦労さん。
姉ちゃん。スーちゃん。姉ちゃん、いつ帰っただ。今。うまく。姉ちゃん、うち行っただか。まだよ。おる。まだって。早く行こうな。姉さんは帰りたいんだけど、兄さんに叱られんのよ。そうか。何？大丈夫さ。おっか毎日姉ちゃん帰ってくればいいってそう言ってろ。早く行こうな。ママ先生もな、オラに会うたびに姉ちゃんのこと聞くだけでオラにも分かんないしな。そう。そして今は何年の受け持ち？学校よしただよ。もうせんだよ。そう思ったで今は？おいしやってるだ。去年はでっけえメロンちゃんと作ってな。オラも食べただ。うめえよ、姉ちゃん。もう奥さんをもらいになったんでしょ。うん、まだ一人だ。姉ちゃん、ほら、宮城から急長になった。ああ、そう。えらいね。おもろねえだ。あんちゃんが？町行っただよ。どうしただ？あのな、姉ちゃん帰ってきたぞ。姉ちゃんが？お前、どこで見ただか、どんな何していただ？着物着てら、横で待ってるだ。今、連れてくらな。来てるんか、バカ。さあ、早く、うちへ入れるだ。お前は？早く上がれ上がれ。さあ、早く上がれ。今日はまた感じるでな。さあ、ここへいで。昔の通りだわ。何一つ変わってないわ。祖母。あ？家に行かねえ。うん。腹空いてねえけ。何かあったけえもの残し開いてやるべえか。うん。後でいいわ。うん、そうけ。お前の頼りはねえもんだで、俺は心配でな。毎日毎日どのくらい気やんだか知れねえだぞ。おっかさん、私苦労したわ。そうずらそうずら。お前の顔一目見たら何にも聞かねえでもおらにはいっぺんにわかるだ。もうどこの行くでねえだぞ。置いてくださる？この金も、おらがくでねえけ。何言うだ。はあ。旅れた、私。
三銭なり、三十五銭なり、五銭なり、二円と飛んで五銭なり、十銭なり、三十九銭なり、では八円九十三銭。あのな、ケンヤ。おら、ゆうべ来た子が帰ってきた夢を見てな。うん。あの子も苦労したと見えてやつれてな。おら、泣けて困っただよ。うん。夢でなく本当に帰ってくるといいだがな。うん。そう思わねえかよ、ケン。それは夢ではなかべ。二階にいるナオは誰だね。二階？誰もいやしねえだよ。樽の隅に隠してあるのは誰の下駄だね。俺は二階上がって見てくるべか。誰もいねえだ、君に。いてもいなくても俺はちょっと見てくるだ。ケンヤ、お前何もそんなことを。誰もいねえなら上がったっていいじゃねえか。あ、私も降りていくわ。でたっと苦労して帰ってきただよ。出て行く時のことを考えたら、今さら飲めのもこのうちには帰ってこられねえはずだ。もうそれを言うでねえだよ。さあ仲直りしろ、仲直りしろ。どちらもおらが子でねえだか。さあ来た子や、早く謝れ。現に早く謝れ。こっち変なせ。彦さんにもぜひ謝ってもらわなくちゃ。この子も散々苦労して帰ってきただよ、彦さん。そうだでな。かわいそうに。おっか。それは彦さんに言うことではねえだ。筋違いのことだ。ケンさん、
俺が口を出すのは筋違いかもしれないんだが、どうだね、もういい加減に勘弁してあげてくんねえか。なっけさ。ケンヤ、彦さんもせっかく会ってくださるでなあ。どうも、俺、彦さんにそう言われると、勝てねえでな。あ、いや、もういい、もういい。ケンさん、ツーボ、今日は勝ったぞ。スラロームも何も全勝だ。おばさん、一本おごってもらわなくちゃ。あ、そうだったね。勝ち時の新種はどうだね。うん、勝ち時ってはしゃれてるぞ。愉快愉快。Ha ha ha!